諸田博美は、群馬県前橋市出身のメゾソプラの歌手。主に、イタリアオペラやロシア作品の演奏で知られている。ジェニー・アンベルト、クラウディオ・ギオンビ、アンナ・ディスタシオ、フィオレンザ・コスソット、古沢泉、林康子の各詞に支持。日本オペラ振興会所属。夫は、ピアニスト、松原里氏で、2019年より、松原博美を活動名にしている。 いとこに、熊本大学准教授、星野裕二、サックス奏者、野口さやかがいる。群馬県立前橋女子高校卒業。群馬大学教育学部音楽科卒業。東京芸術大学大学院修士課程オペラ科、修了。日記会オペラ研修所、第48期マスタークラス修了。イタリア国立ミラノベルディ音楽院声楽科卒業。 イタリアスルモナ国際オペラ研究所マスタークラス終了。計5年間2度にわたりイタリア留学し、その間国際ロータリー財団、群馬県、イタリア政府、安田生命、クオリティオブライフ文化財団より女性を得る。平成17年度文化庁派遣芸術家財外、研修院。留学中、ミラノスカラザ同好会ホールでの新人に演奏会、はじめ、 多数オペラやコンサートに出演。2005年オペラ、ジュリアス・シーザー・トロメオ役で2機会デビュー。2006年ミラノ・ロゼトゥム劇場公演オペラ、カルメン大名役デビュー。その後、日清劇場、東京室内科劇場などに主要な役で出演。2011年には2機会創立60周年、記念公演オペラ、フィガロの結婚マルチェリーナ役で好評を得る。 群馬公共楽団をはじめ、オーケストラとの共演で、第9夜、メサイアソリストを務める。2010年演練コンサートオーディション合格はじめ、国内では、群馬、東京を中心に、海外では、イタリアチェコポーランドで、リサイタルを多数開催。二千十五年、群馬公共楽団創立七十周年記念をオペラ、蝶々夫人に、鈴木役で出演し、イタリアル 国のプッチーニフェスティバルより来日した歌手たちと共演。2015年、藤原歌劇団に移籍。2016年、新国立劇場における文化庁主催柄コンサート出演。2018年、帝国ホテル、フィガロの結婚で、藤原歌劇団デビュー。第8回ローマフェスティバル国際声楽コンクール、フィガロの結婚部門優勝。イタリア声楽、 コンコルソ、日医政学コンコルソ、総学堂日本科局コンクール各入選。工芸新聞社主催第5回工芸芸術文化賞、音楽部門受賞。企業メセな群馬芸術文化奨励賞受賞。第1回ロシア声学コンクール第1位受賞。ありがとうございます。